竹谷交通は宮城県柴田郡川崎町に本社を置く観光貸し切り路線バス会社2003年の規制緩和による路線バス事業として設立された2013年4月1日に秋保川崎仙台西ブライナーを運行開始その他主に宮城県内の観光バス業務やスクールバスボートピア川崎などの送迎バス業務も行っている 秋保、川崎仙台西部ライナー竹谷交通本社前から、川崎町、エコキャンプ入り口前から、道の区公園、鎌塚田無管理所秋保温泉郷、仙台支店問題地下鉄、広瀬通駅仙台駅前通称は、西武ライナー、または、仙台西武ライナー。バスは主に小型バス、中型バスを使用しているため、収容人数が少ない一方で、各施設の入り口や駐車場に、 バス停を設け、1時間おきに運行しているのが特徴。仙台市交通局が発行している IC カードアイクスか、仙台市交通局及び宮城交通が2015年12月5日まで発行していたバスカード、スキップカード、ジョイカードは使用することができない。独自の往復乗車券、または回数乗車券を利用する。往復乗車券、回数乗車券は、 バス車内と竹谷交通本社で購入可能。2018年5月1日のダイヤ改正より、竹谷交通本社前、エコキャンプ入り口前、木の家前、清水前の4カ所に停留所を新設。竹谷交通本社前から川崎、町を路線延長した。国営道の曇りの後半公園は北地区、南地区、里山地区の3地区へ行ける、よう停車するようになった。 仙台バスと共同運行。仙台駅東口、仙台駅前仙台空港2020年4月1日運行開始。これまで竹谷交通と仙台バスの両社が運行していた仙台駅前仙台空港間のバスを統合し共同運行としたものである。運賃は660円で共通である。両社はこれまで仙台駅での乗り場が異なるなど使いづらく、 仙台空港アクセス線が普通になった際には多数の乗客が押し寄せたものの臨時便の手配も両社でバラバラに行うなど分かりづらい面があった利便性を図るため乗り場と運賃を統一した共同運行とし宿泊施設の多い仙台駅東口を経由するルートとしている仙台西部エアポートライナー竹屋交通本社前から 道の区公園秋保温泉湯本秋保、里センター仙台空港仙台駅前仙台、空港2017年9月20日、1日4、往復で、試行運行開始。法日外国人旅行者らの利用を見込む。なお、運行開始から2018年4月末までの利用状況は1792便614名で、約24%が外国人利用者であった。 2018年6月1日より仙台駅前経由便の試行運行を開始。合わせて、道の区公園竹屋交通本社前間路線延長。仙台駅前経由便1日5往復、直行便1日1往復の計1日6往復となる。2019年1月15日より、同年3月31日までの期間限定で全区間において、 料金半額キャンペーンを実施。2019年9月20日に運行ダイヤを大幅に見直し。仙台駅前経由便の仙台駅前異性を廃止し、仙台駅前仙台空港間のみの運行となる。また、仙台駅前仙台空港間の運賃を大人片道650円に値下げ。上記仙台エアポートライナーの共同運行開始に伴い廃止。 国営道の曇りの湖畔公園、川崎町役場前引く原帯青根温泉ジャッポの湯の前、アクティブリゾー津宮城座オ宮城座大ウ小景子館、尖った温泉上の湯の前座大町役場前引く、道の駅村田第二駐車場蔵の観光案内所前から、仙台空港を2018年10月15日、1日に往復で運行開始。二千十九年三月十五日までの試験運行。 報道によれば、2018年度の1日あたりの乗客数は10人未満で、0人の日もあったという。2019年度は6月21日より運行を開始。2018年度は国の交付金を活用したが、2019年度は沿線3丁が事業費1000万円を支出する。バス停を3カ所追加。 事業費の支出が終了したため2020年3月末をもって廃止。イスズ自動車制が主体。路線車は遺跡車を中心に、近年は新車も導入している。主にイスズガーラを中心に導入している。路線車はイスズ自動車制が大半。次の車両を保有している。宮城交通、宮バスの川崎町役場前バス停とは異なり、役場の入り口横に、 バス停がある。川崎町民バス、役場前に同じ。開園時に限り、道の区公園バス停へ停車する。道の区公園が閉園している場合でも、道の区公園口及び、里山地区入り口を使用可能。秋保工芸の里、秋保、里センターほかホテル前の、京急箇所に停車。開館時に限り、仙台市天文台バス停へ停車する。閉館時は通過する。 2015年12月6日より青葉通りの63番バス停、青葉2駅に近い。それ以前は山田電機ラビー近くにバス停が存在していた。他路線の道の区公園に同じ南地区だが、この路線だけ正式名称のバス停名になっている。仙台空港、仙台駅高速バス竹屋交通と仙台バスが共同運行停留所や料金を一本化。 河北新報。https://www.kahoku.co.jp:/tohoku.news:/202003/2020031812009。html2020、ah ok oh ok、HTML 年4月4日閲覧。仙台西部エアポートライナー開業記念式典を開催します。 竹谷交通、仙台国際空港、2017年10月29日閲覧。仙台空港秋保温泉、湖畔公園直結バス運行開始。河北新報。 h t t p w w w k a h、uh、o k u c o j p t o a h o k、ok、u n e w s 2 0 1 7 0 9 2 0 1 7 0 9 1 3 3 8 h t m l 2 0 1 7年10月29日、閲覧 AB、仙台西部、エアポートライナーの運行開始から半年。 仙台空港仙台駅前経営バス路線の試行運行を開始します。竹谷交通仙台国際空港2018年6月3日閲覧2019冬足跡をつけに行こう東北2019年1月15日から3月31日料金半額キャンペーン竹谷交通二千十九年二月十七日へ閲覧運賃改正のお知らせ 竹谷交通、2019年10月5日閲覧。仙台西部、エアポートライナー大幅、大ヤ見直しのお知らせ。竹谷交通、2019年10月5日閲覧。仙台西部、エアポートライナー運行終了のお知らせ。2020年4月4日閲覧。仙台空港、村田、座王、川崎高速バス試験運行開始。下北新報。 https://www.kahoku.co.jp:/tohokunews/201810/2018101612032HTML2017 年10月16日、閲覧。ab, インバウンド仙台空港、村田、座王 川崎観光拠点を結ぶ高速バス今年も。河北新報、okay. co.。https://www.kahoku.co.jp:/tohokunews:/2019-062019-06212029。html2019 年6月26日。閲覧。 宮城座草産言語エアポートライナー運行終了のお知らせ。2020年4月4日閲覧。ありがとうございます。